ハロさん、こんにちは、それでは今回なんですけども、LINEPE 年末感謝クーポン祭、12月は LINEPE 残高0円で乗り切る吉野家セブンレブンなどということで、まあ、ちょっと大げさなタイトルですが、久しぶりに l i n e p y の大型キャンペーンが発表されたので、サクッとお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。お好きなお店でお好きな商品を年末感謝クーポン祭期間は来月の2019年の12月の1日から12月の31日までの約1ヶ月間となっています。まあこのキャンペーンが実際どんなものかということなんですけども、好きな商品、好きなお店のクーポンを一つ選んでダウンロードするだけですぐに支払いで使うことができるというようなキャンペーンです。しかもちょっと面白いのが LINE での残高がなくても使えるということですね。まあそのクーポンのことなんですけども、 なので、そのクーポンを LINE ペンに設定して支払えば、選んだ商品を残高0円でも購入することが可能となります。もちろん、そのクーポンの金額以下の商品に限ります。まあ、こちら公式ページからそのまま引っ張ってきたんですけども、このように今表示されているもので、お好きなクーポンをダウンロードするというような流れですね。そして、気になる対象のクーポンが出るお店なんですけども、じゃんということで、まあ、ざっと読み上げると、セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、セイコーマート、吉野家、寿司シくらクラリンガーハット、松屋、サーティワン、 スルハドラッグ、ウェルシア、ここからファイン、サンドラック、ライフ、サミット、ツタヤ、ゲオということで,ですねいやこれかなり暑いですよね僕がまあ住んでる地域だとセイコーマート、ウェルシア、ライフ、サミット以外は対象のお店がほとんどあるのでまあ、クーポンにもよるんですけどもほとんど使える気がします まあ一応そのクーポン自体どんな風に使うかイメージ画像もまあ出てまして、ステップ1まずは先ほどお伝えしたクーポンですね。これをまずダウンロードすると。で、ステップ2お店で商品を選ぶと。ステップ3ラインのアプリからウォレットの中にあるコード支払いをタップ。ステップ4クーポンを検索してタップ。ステップ5クーポンを選択したら確認をタップ。 ステップ6、ここでクーポンが設定されていることを確認して、ステップ7、ここの部分ですね。これで QR コードを見せるか、お店のコードを読み取って支払うか、というような流れです。まあ、なので、普段 LINEPay を利用されている方であれば、まあ、ある程度のイメージは湧くのかなと思います。まあ、もちろんですね、初めて利用される方でも、まあ、かなりすんなりできるので、まあ、これを機に、まあ、LINEPay デビューするのもいいのかなとは思います。で、今回のキャンペーンの注意点なんですけども、大きく2つあります。Android をお使いの方の場合は、クイックペイプラスのおしゃ そして、LINEPay カード、まあ JCB のプリペイドカードがあると思うんですけども、それのお支払いに関しては対象外となってますので、これは気をつけてください。まあ僕的に一番気をつけないといけないのはこちらですね、対象クーポンの利用数が400万個を達した時点で、 終了ということですねなので期間は12月からの1ヶ月ほど開催されるんですけどもまあ先日のまあ10月からのキャッシュレス消費者関係の影響もあってまあ、LINE ペイのユーザーも増えてる可能性もあるのでもしかしたら早く終わっちゃうのかなという風には思っていますなのでキャンペーンがスタートしたらなるべく早めにまあ利用するのも一つの方法かなということですねまあ一応ここまでが LINE ペイ年末感謝クーポン祭のキャンペーンについてでしたまあ、ちょっとですね LINE ペイに関連しまして今11 11月いっぱいまで使えるくら寿司の200円オフの LINE ペイのクーポンが出てると思うんですけどもそのことについてツイッターでつぶやいたんですがこちらですねグノシーのアプリにてくら寿司一皿無料が出てますグノシー一皿無料 LINE ペイ200円オフ楽天ポイントカード提示クーポンは1000円以上の会計のみ利用可能 LINE ペイのクーポン使われてない方はこの方法をぜひ三つ合わせて使えばくら寿司でお得ということですねまあ本日昼に実際に僕もくら寿司に行ってきたんですが問題なく三つのお得を使ってくら� 無事事に食事ができましたなので、まだ倉ら寿司の LINEPay クーポンが残っている方は、この方法であれば、いつもよりちょっと得した気分になるので、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、今月いっぱいまでですが、試してみてください。 まあそんなこんなで今回は LINEPE の年末感謝クーポン祭そしてくら寿司でのちょっとしたお得な情報でした。まあ個人的には12月の水保銀行や JCB の20%のキャッシュバックキャンペーンが終了するので、まあその後何で決済しようかなというふうに迷ってたところではあるんですが、LINEPE を一つの候補に取り入れてみようかなというふうにも今検討しています。まあそして、まあ先ほどもお伝えしたようにクーポン自体は先着順ということでしたので、まあちょっと油断は禁物なところではあります。一応下の概要欄に参照した LINEPE の公式のリンクを貼ってます。 なので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。